午前11時10分試合開始のマリナーズ戦に出場、いきなりプレーオフ出場のライバルと対決。右肘内側側副靭帯損傷で故障者リスト、ゼシリットル入りしていたエンゼルスの大谷翔平投手が、3日、日本時間4日午前11時10分試合開始のマリナーズ戦に、6番 DH で出場する。この日、チームがデシリットルからの復帰を発表。いきなりす、記事全文を読む。